はいどうも、こんにちは。いずこです。それでは今回なんですけども、ポンタポイントがただでもらえる &au pay にローソン銀行 ATM を使ってチャージすると、ポンタポイントがもらえるかも。10月、ポンタポイントお得まとめということで、今回はポンタポイントですね。この動画では、ポンタポイントに関するお得なキャンペーンについてまとめました。少し長めの動画となっていますが、実際のキャンペーンの取り組み方の実演も交えながら解説しますので、普段からポンタポイントを貯めてる方は、ぜひ最後までご覧ください。それでは 行ってみましょうということで、今回は大きく7つに分けてお伝えできればと思うんですが、早速1つ目がこちら、エアウォレット最大22000ポイント招待ということで、それがこちらなんですが、スマホ決済のエアウォレットというサービスがあると思うんですけども、そのサービスにエントリープラス本人確認プラスが1万円以上のチャージをすることで、全員に2000ポイントポイントがもらえるというキャンペーンが絶賛開催中でございます。で、さらに新規利用の方、新規すでにご利用の方含めて X、XQTwitter ですね。これの公式 アカウントトこれのフォローリポストで、最大2 2000万2ポンントイがももらえるるチャンスもこの x 内ででで開催されてるみたいですでキャンペーン期間は10月17まで開催中で、キャンペーンの参加方法も至ってシンプルです。キャンペーンにエントリーをして、そこからエアウレットのアプリをダウンロードもしくは登録。そして、コインプラスのアカウントを作成したりですとか、あとはリクルート ID の連携、金融機関の口座登録、本人確認。それらを全部行うことによって、新規の方であれば抽選で100名様に1万ポンポイントがもらえる。 さらに本人確認完了後アプリからチャージを行いますその時に1万円以上のチャージをすると全員に漏れなく2000ポンタポイントがもらえますついでにですねチャージした1万円分につきましては特に使わないといけないというルールは特にないのでもうそのままですね連携した金融機関に出金をかけていただいてもいいかなと思いますそして先ほど一部紹介したように XQ、ツイッターの方でフォローリポストをすることで抽選で50名様に1万ポンタポイントがもらえるというキャンペーンもエアウォレットの公式アカウントで開催 というようなキャンペーンが開催されているのと、もしエオレットを始める際には友達招待キャンペーンというのが開催されておりまして、その招待する方と招待される方に500ポンタポイントっていうのがもらえるみたいです。招待する側はキャンペーンの招待コードを送って、招待される側はアプリダウンロードして、先ほど紹介したような流れを行うことで、まあ、500ポイントがそれぞれもらえるということですね。なので、新規の方はですね、これと合わせることによって、さらにお得にポンタポイントをゲットすることができますんで、ご友人、ご家族とかから、まあ、 紹介してもらうっていうのも全然いいかなっていうふうに思いますというのが1つ目次2つ目はこちら覚えてますかねローソン毎週金土日全員ポンタポイントが10倍ということでこのキャンペーンですねちょっと iPhone を使っている方限定にはなるんですけども毎週金土日ローソンで iPhone 等をかざして Apple Pay で決済すると全員ポンタポイントが最大10倍というキャンペーンでございますこれですね結構長く開催されておりましてこのキャンペーン自体はですねお買い物期間の10月も開催されて11月 7月も開催がされますで、参加するためには必ずエントリーが必要となりますんで、まだエントリーをされてない方はエントリーをしましょう。で、エントリーが完了した後に、ローソンに行ってどんな風に決済するかと言いますと、ローソンでポンタカードをウォレットに追加して iPhone とを活して ApplePay 決済をしましょうということなんですが、まさにこの画面の通りなんですけども、ローソンに行ったらこの画面だと Suica で決済してるように見えるかもしれないんですが、こんな感じの画面で iPhone のウォレットにポンタカードを設定していれば ApplePay でっていう風にお伝えすると、 スイカで決済ができるさらにポンタカードも読み込んでくれるっていう一石二鳥の決済方法がローソンにあるんですよねなので iPhone 使ってる方はですねこの方法で決済するとめちゃくちゃスマートに決済ができますでそれを毎週の金土日であれば行うことでなんとポイントが最大10倍まで狙うことができますんでこれはですねかなりお得に取り組むことができるんでローソンの利用頻度が高い方はとりあえずもうこれにエントリーをしてまあ、金土日に行きましょうっていうわけではないんですけどもたまたまコンビニ 利用する時がまあ、近道日だったらおお得にねお買いいい物がでできちゃうということとこございますまだまだこのキャンペーン長く続いてほしいですね。続きまして3つ目はバファローズ優勝ポンタポイント最大3万ポイントということなんですけども、このキャンペーンは抽選のキャンペーンにはなってるんですけども、とりあえず結論から言うとエントリーをしておきましょうというキャンペーンなんですが、あの、オリックスバファローズがですね、リーグ優勝をして、築3年連続優勝記念というキャンペーンで、合計3万名様になんと最大の3万ポンタポイントが当たるというキャンペーンでござい で、こちらのキャンペーンは10月20日まで開催中で、流れは至ってきシンプルなんですけども、まずウェブ上でエントリーをすると、さらにお買い上げで当たるということなんですが、で、お買い上げの獲得するポイントによってですね、当たるポンタポイントが変わるんですが、まず一つ目。 15ポンタポイント以上を貯めた方は抽選で10名様に3万ポンタポイントが当たると。次に1ポンタポイント以上を貯めた方は抽選で29,990名様に111ポンタポイントが当たると。このポンタ可愛いですね。なので、とりあえず1位は厳しいかもしれないんですけども、この2位でもですね、当たったらめちゃくちゃ嬉しいですよね。で、まあ、今回はこのお買い上げによって1ポンタポイント以上もしくは15ポンタポイント以上を加算というところがですね、まあ条件とはなってくるんですけども、まあ実際にどういったお店でポンタポイント がたまるのかっていうところがここここのの提携者サービス貯まるるる使える条件はこちちららよりご確認くださいといとうこちらをククリックするこんな風にですね、どこのサービスを使うと、ポンタポイントが使える、もしくは、貯まるのかっていうところが、一覧で確認をすることができます。まあ、有名どこで言うと、ローソン、じゃらんとか、au とか、あと、ホットペッパービューティーとか、ホットペッパーグルメ、KFC とか、ゲオとか、百貨店とか、コンビニ、スーパーによっては、こんな風に、ポンタポイントが貯まったりとか、使えたりもしますんで、まあ、かなり気軽にですね、日常的にポンタポイントを貯めることができるのかなという風に思います。 で、まあ、このキャンペーンは抽選とは言えど、まあ、ほ本当ね、かなり当たる確率は少ないとは思うんですけども、僕のですね、これよく動画で紹介するんですけども、過去、一応ですね、似たようなキャンペーンで当たったことがありまして、これ、X9 ツイッターでもツイートしたんですけども、ここにですね、見てほしいのが、ポンタポイント、バファポン優勝キャンペーン当選で、なんと僕2万ポンタポイントが過去に当たったことがあるんですよ。去年の話なんですけどね、確か CS のことなのか、日本一なのかをちょっと覚えてないんですけども、そのキャンペーンでなんとね、2万ポンタポイントが当たっちゃったんで、 とりあえずエントリーをして、まあ、無理に15ポンタポイントを貯める必要はないんですけども、まあ、当たったらラッキーかなみたいな感じで、このキャンペーンは取り組むのが一番いいかなと思います。やっぱりね、僕の動画見ていただいてる視聴者さんの中でもね、当たってくれる方が誰か出てくると、結構僕がテンション上がりますね。では、どんどん行きましょう。4番目。こちらも抽選にはなるんですが、ローソン銀行 ATM ポンタポイント1000ポイントということで、それがこちらでございます。ローソン銀行 ATM と AUPay チャージのキャンペーンなんですけども、AUPay チャージキャンペーン、抽選で1000名様に1000ポンタポイントがプレゼントというキャンペーンで ですね、このキャンペーン結論から言うと au 自分銀行などを持っていればもうリスクなくこのキャンペーンに参加することができますキャンペーン自体は昨日から始まっておりまして11月30日までの2ヶ月間のキャンペーンですねキャンペーン概要なんですけども期間中にローソン店舗内のローソン銀行 ATM にて au pay 残高へチャージし以下のキャンペーン応募サイトより応募いただいた方の中から抽選で1000名様に1000ポンタポイントがプレゼントされるというキャンペーンですねこれは月1回まで応募することができます なので、このキャンペーン10月に取り組んで、11月にも取り組むことができるんで、ま、2回チャンスがありますよっていうキャンペーンですね。で、参加に必要なものとして、応募には問い合わせ番号が必要です。お取引時のご利用明細、または取引後に発見したクーポンをご用意のでご参加くださいということで、ま、これはちょっと実演を交えながらお伝えした方がわかりやすいかと思いますんで、ま、実際に、ま、キャンペーンの流れは出てるんですけども、どんな風にするのか実際に見てほしいんですが、これスマホ決済の aupay で、 ちょっと2万円分チャージしてる残高をタップしま,すまあ、これはもちろん、ローソン銀行 ATM の近くにいる前提でお話をするんですが、こんな風にカメラが起動するんですよ。で、次に、ローソン銀行 ATM 側で、このスマホ取引き引きっていうところを指でタッチしてください。そうすると、ローソン銀行 ATM 側に QR コードが出てきますんで、先ほどのこの QR コードを読み取るカメラがですね、スマートフォンで起動してるんで、この QR コードを読み取ります。そしたら 企業番号が出てくるのでここの企業番号を入力して画面を進めてさらにまあ、ちゃんと確認画面でチャージする時の手数料が無料って出てますよねでこれで問題なければ次の画面に進むで次に紙幣入れるんですけどもローソン銀行 ATM でチャージする場合については最低でも1000円からチャージする必要がありますんで1000円を入れてあとは中に入れた後は手を振りますでうまく入金ができますとご利用明細みたいなものが出てくるんですがその後にこういった画面が出てきますキャンペーンのご案内ということで今回の応募用クーポンを発行して キャンンペーーに応募ししようといういメニューが出てくるるのででここで発行すすをタッチしますそしたらですね、こんな風に、ご利用明細とは別にもう一枚紙が出てきまして、今回使うのはこの問い合わせ番号というちょっと黄色で隠しているところですね、ここの番号を使います。で、スマートフォンの場合、こちらからアクセスというところをですね、読み取ると、今回のキャンペーンページがですね、開きまして、このまま画面を進めてキャンペーンに応募するをですね、スマートフォン側でタップをして、で、応ーフォームが出てくるので、問い合わせ番号で、ここで半角数字20桁を入力する ですけどもこの時に先ほどのこの応募用紙のこの問い合わせ番号をここの黄色のところをこちらに入力をいたしますでもろもろ入力して画面を進めると無事に10月の応募が完了とで11月の応募をお待ちしておりますということでまあ来月もね月初ぐらいにまあ忘れず僕も参加してみたいと思いますでキャンペーンの応募はここまでなんですけども先ほどチャージした1000円分の残高先ほど2万円分だった残高が1000円増えて2万1 0円になっていると思うんですがもちろんこのまま使っていただいても結構なんですけどももし au 自分銀行を持っていれば手数料無料で普通に現金として戻すことができます。いわゆる出金をかけることができるんですが、その場合はこの送る、受け取るをタップして銀行口座に出金の au 自分銀行というメールがあるのでこれをタップ。そうすると自動と手動という払い出し方法があるんですが、自動を選択します。自動であれば手数料無料でね出金をかけることができまして、そして自動払い出しを設定するで緑色にチェック、頻度は毎日、金額は全額、でこのまま画面を進めて OK でタップをする。 設定完了とととといいいうううことでここででででれれれを行行にによって手数料無料無後日、まあ、翌日翌すすね au 自分銀行に先ほどチャージした1000円分が出金されるという流れでございますなので、今行ったのは、ローソン銀行 ATM に行って、au ペンに1000円分チャージで、応募用紙を使ってキャンペーンに応募して、ここで止まってもいいんですけども、au 自分銀行を持っていれば、手数料無料で出金することができますんで、まあ、とりあえず、参加する方はこういった方法を試していただいて、11月も忘れずに、ね、取り組んでみましょう。なので、このキャンペーン抽選ではあるんですけど、 参加すするる価値はかかななりあるのかなと思います続きは5番目こちらポンタポイントに交換最大20倍ということでこれはちょっとね先月の動画でも少し紹介したんですがちょっとリマインドということで簡単にお伝えすると交換したポンタポイント数によって当選確率アップ対象ポイントをポンタポイントに交換するとポンタポイント最大20倍というキャンペーンですね抽選で合計1000名様にプレゼントなんでまぁ、あ、ちょっとね少し狭きもになってくるかもしれないんですがこの動画を見ていただいている方であれば今回のその対象のポイントっていうのを持ってる 方多いのかなと思うのでまあ、取り組んでみる価値は結構あるのかなと思います参加する際にはまずエントリーをしていただいてキャンペーンの期間は10月31日まで,で対象のポイントプログラムとしてまあずらりとこんな風にオリコポイントとか G ポイントとかあと JAL のマイルとかドットマネーとかこういった感じで対象のポイントが結構多いのでまあ、こういった風にポイントサイトのポイントとかたまってる方であればこのタイミングをうまく利用して交換するっていうのも全然ありかなと思いますもうポンタポイントをね重点的に貯めてる方からすると結構いいキャンペーンなのかなと思いますねで僕が 利用しているポイイントサイトサハピタスの場合なんですけどもこの中にポポイイインントトトサイトハピタスのの入ってないんですがこのドットマネーがあるので、このドットマネーを利用することで、ハピタスを使っている方でも参加することができます。ちなみにそのドットマネーからポンタポイントに交換する場合は、300マネーから交換することができまして、4営業日以内で交換できて、交換手数料無料で交換できます。で、ポイントサイトハピタスの場合は、300ポイントから交換することができまして、即日もしくは3営業日でドットマネーに交換できまして、交換手数料無料です。 この方法を行うことによって、ハピタスからもうまくできますし、他のポイントサイトも結構ドットマネーに交換できるポイントサイトも多いので、ご自身が普段使ってるね、ポイントサイトがドットマネーに交換できるかどうか、今一度ご自身が使ってるポイントサイトの交換先をチェックしてみてください。で、もしかすると抽選に当たれば20倍のね、ポイントがもらえるかもしれないということでございます。っていいううののががが5つ目次6つ目目次6はおお金金ポポンタポインイイトトト100ポイントということここななんでですすそれちら診断テス 使うことができるんですが3つのステップで診断相談してみようということでお金の診断を受けてまあ、質問に答えるだけで3分で完了しますで、診断後にメッセージが届くみたいですねで、その後にまあ、ポンタが提携するプロと無料でオンライン相談もできるということなんですがまあ、正直ここまでしなくてもいいと思いますまあ、今回はこちらにですね参加してみてもいいのかなと思いまして毎週アンケートに参加してポンタポイントを貯めていこう今ならポンタポイント20倍ということでこのキャンペーン結構長くてですね10月の1日から12月31日まで ということなんですけどもこのお金子4ポンタに会員登録をしてホームページから毎月8問リアルタイムアンケートに回答することで通常であれば5問回答で5ポンタポイントがもらえるんですが20倍の100ポンタポイントがもらえるということでございます結構ハードル低いですよねまあ、とりあえずま登録をしてアンケートに答えるだけで100ポンタポイントが期間中であればもらえるとキャンペーン期間は先ほどお伝えした通りで獲得条件としてステップ1まずはお金子4ポンタポイントに会員登録を完了するとし リアルタイムアンケートを毎月8問回答して、毎週更新されるリアルタイムアンケートに月8問回答すると、キャンペーンに関しは100ポンタポイントの加算対象となると。で、ポイントの加算時期については、月に8問回答された方には、翌月末頃までにお金庫法ポンタの登録アドレスあたり、ポイント獲得のためのエントリー URL とユニークコードが送付されるという感じですんで、まあ、少し興味がある方はですね、こういったキャンペーンも行っておりますよということで、参加してみたいという方は参加してみてもいいのかなという風うに思います続きまして7つ目は ではウィンチケットポンタポイント最大1.5万円ということでそれがこちらでございますウィンチケットポンタ提携2周年ウィンチケットとポンタ会員 ID を連携アド2000円以上のチャージで最大15000万 5, ポンタポイントがもらえるというキャンペーンでございますまあ、ウィンチケットというサービスはですね結論から言うと競輪とかオートレースに投票できるサービスとなっておりましてそれとポンタの提携のキャンペーンということでございますこちらのキャンペーンちょっと抽選のキャンペーンではあるんですけども極力ですねリスクを軽減した状態で取り組むことができるんですがこのキャンペーン じゃあ10月の1日から10月31日までの1ヶ月間のキャンペーンで、キャンペーンの参加方法もシンプルでウィンチケットのマイページからポンタ会員 ID を連携してくださいちなみにですねすでに連携済みの方はステップ2へということで先に言うとすでに僕みたいにポンタ会員 ID とウィンチケットを連携している方でもなんとね取り組むことができますこんな風にですねウィンチケットのページがあるんですけどもそこでポンタ利用手続きはこちらというところがあるのでここから連携すれば OK ですそこから1回2000以上のポイントチャージということで このキャンペーンは抽選になるので、もう無理に参加する必要はないんですけども、興味がある方は参加してみてもいいかなと思います。で、ここで2000円チャージして、そしたら抽選で1万5000ポンタポイントがもらえるというキャンペーンですね。で、今回は2000円以上チャージで一口応募で最大1万5000ポンタポイントがもらえて、2000円ごとにその応募口数が増えるという条件があります。なので1万以上チャージすることで5口応募でチャージ金額が多いほど当選確率が上がります。1等であれば10名様に1万5000ポンタポイント、2等7000ポ,ポイント30名。 3等5000ポイント50名4等1000ポイント100名そして参加賞10ポンタポイントということですのでなのでまあ連携してとりあえずチャージをするだけでも10ポンタポイントが誰でももらえますでキャンペーン外は先ほども申し上げました通りとキャンペーン期間も先ほど申し上げた通りで対象条件として今回はウィンチケットの会員登録とポンタ会員 ID の連携を行ってキャンペーン期間中に1回2000以上のチャージでウィンチケットで新規で会員登録いただく方も登録済みの方およびポンタ会員 ID を連携済みの方も対象 対象なので、まあせっかくなんで、僕が先ほどちょっとお伝えした極力リスクをですね、減らした上で参加する方法なんですけども、どんな風にするかというと、これはですね、過去何度か動画で紹介したことがあるやり方にはなるんですが、僕はすでにウィンチケットに登録済みの状態でありまして、この画面からですね、まず右下の人のマークをタッチして、まず、ポンタ会員 ID と、まあ連携してるかっていうのを確認してください。僕はすでにですね、共通ポイント連携で、ポンタポイントがここに入って おりますで、連携した状態で、今度はチャージを行う必要があるので、このプラスのマークをタップ。で、今回は、一回2000以上のポイントチャージっていうのは条件ですので、このプラスをタップすると、チャージ方法がいろいろ出てきます。銀行構造とか、今は PayPay ペペからチャージできたりとか、D 払いとか、AUPay、LINEPay、m e r とか、あとは ApplePay とか T ポイント、ポンタポイント、D ポイントみたいな感じで、チャージ方法は本当に豊富で、今回は僕は AUPay にちょっと残高があったんで、<laughs> AUPay でチャージしてみたいと思います。 で、この aupay をタップして、チャージする金額なんですけども、まあ、今回一回2000以上ということだったんですが、ちょっと今回は試しにですね、まあ、2000円からでも全然いいんですけど、僕は今回6000円でやってみたいと思います。で、6000円っていう風に入力をして、チャージを行うと、しっかりね、ポイント残高に6000分が入っているかと思います。で、ここまででもう正直条件はクリアとなっておりまして、まあ、この時点であとは抽選を待つっていうだけでもいいんですけども、ここからなんですが、せっかくなんでチャージしたポイント残高を現金化やっぱり したいですよねということで、まあ、これがね僕が先ほどお伝えした極力リスクを減らした上でこれを現金化するやり方ではあるんですが先に言うとですねこれはうまくいかない場合もありますのでそこだけご了承くださいもう取り組む際は自己責任でお願いしますでやり方は結構簡単なんですけどもいわゆるあのワイドっていう書き方をするんですがこの画面を下に下がると開催中のレースというのが色々出てくるんですがその中にですね例えばこの大宮っていうところを見てみましょうかこのその投票をタップするとこういった風 風に大宮のいろんな出走表とか予想とかオッツとか結果紹介って出てくるんですけどもその中のオッツをタップしますで、てオッツの中の一番右側のワイドっていうところですねタップしますでワイドをタップするとこんな風に人気順で1.6から1.81.9から2.2みたいな感じで倍率が出てきましてまワイドっていうのがですねこの例えば3番と7番の選手が1位から3着内に入ればこれがもらえますよということなんですよでもっと言うとこの数字がですね 1.0とか、それに近ければ近いほど、まあ、当たる確率がぐんと高まりますよということなんですが、この場合だとちょっと1.6から1.8なんで、ちょっと厳しいなっていう感じで、ちょっとこれは見送ります。次に、この竹を 1R って書いてるところの投票をタップして、こっちもちょっと見てみましょう。で、この中のまたオッツっていうところをタップして、で、今度も同じようにここのワイドというのをタップします。で、ワイドをタップして、さらにこのオッツ表、人気順から見るとですね、1と5番の選手の方が1.0から1.1番になってます。これ結構、正直、 硬いななって思うんでですよねなのでこのの1 1番番と5番の選手が位位から3位まで入ればこれがもらえますよとということでここでにね、今回は投票してみたいと思うんですけども、これ先に言うとですね、投票間際とか、オッズがここが変動する場合もありますんで、そこだけご了承ください。さらにこの1.0から1.1でも全然これでも外れちゃうっていうこともあり得ますんで、そこもね、気をつけてください。で、僕はね、ちょっとそこを踏まえた上で、この人気順の1に投票してみたいと思うんですが、これをタップして、追加するをタップ、で、右下、 の投票ボックスをタップしてでワイドフォーメーション一組で今100ポイントになってるんですがまあ、せっかくなんで今回は先ほどチャージした6000円相当のねポイントをそのまま投票してみたいと思いますで入力確定をタップもちろん分けていってもいいんですけどもここは正直どうなるか気になるんでこのままいきたいと思いますでこのまま確定するをスロータップして無事にね投票できまして気になる結果 側じゃんということでなんとねバッチリと的中したんですよね多供 1R 的中ということで先ほど6000投票したものが6600円になってますねなのでプラス600円ということで先ほどチャージした6000分の AUP の残高が6600円になって戻ってきましたこれちょっとテンション上がりますねやっぱりねこの的中した6600円についてはこのウィンチケットの生産というところをタップすると銀行口座と連携していればそのまますぐに払い戻し生産することができます即時ね入金されるのでこれもまた強いんですよねなのですぐに元気 ししてててててみみたたいいいいいい方方はこううっっっワイドっていう方法を使ってね試してみてもいいかなと思いますちなみにですね、まだウィンチケットの登録まだの方いらっしゃいましたら、現在ウィーンチケット側で、友達招待口、ダブル口っていうのがキャンペーン開催されておりまして、まあ、ここに招待してくれた人の招待コードっていうのを入力すると、まあ、キャンペーンに参加することができるんですが、まあ、一応ね、こちらが僕の招待コード、5526FYEV っていう招待コードを入力していただくと、めちゃくちゃテンション上がるんですけども、入力して確定スローをタップして、そうすると、こんな風な特典を受けることができます。友達招待 経由で登録すると最大6500ポイントもらえるチャンスと新規登録で1000円相当のポイントがもらえて他にも1000ポイント投票でくじが引けます最大1000ポイント最大5000ポイントなので先ほどのポンタのキャンペーンと組み合わせてとりあえず2000円分ですねチャージをしてそこから1000円ずつですねワイドで投票することでまあこういったくじを引くことができますなのでくじを引いてまた最低でも1000円相当のポイントがもらえたらその1000円相当を使って投票すればこの1000円相当のポイントが現金化することができ 切るんでワイドを使ってね投票すればなのでそういった硬いやり方でも全然ありですよねということでもうこの丸 ⑧ についてはご自身が参加できそうだなっていう方がいらっしゃればまあ僕だったら私だったらでき,できそうだなっていう方がいらっしゃれば参加してみるっていうのもいいと思いますそして最後8番目はこちら毎回紹介してるんですけども TikTok Lite 4000相当ということでこれですね正直今年1暑いと言っても過言ではないぐらいのかなりお得なキャンペーンなんですが、まあ、簡単に言うと TikTok ライト e っていうサービスをインストールして条件をクリアしたら最大4000相当が もらえるっていうキャンンペーンですこの4000相当の TikTok のポイントについては、こういった風に PayPay ポイントとか AUPay とか D ポイント、ポンタポイントとか、クオカード Pay、ナナコとか Amazon ギフト券、あとは楽天ポイントキャッシュみたいな感じで様々なポイントに交換することができます。この流れは至ってシンプルで、この TikTok ライトのアプリをインストールして条件を達成する必要があるんですが、最大4000相当をゲットするまでの流れとして、まず一つ目にアプリをインストール前に Wi-Fi をオフにしてください。これは 4G とか 5G 回線じゃないとうまくいかないっていう風に お声をいただいたので、まずは必ずこの Wi-Fi をオフにしてください。次に招待リンクをタップします。この招待リンクは僕の概要欄に貼っておきますので、そちらを使っていただくとめちゃくちゃ嬉しいです。で次にですね、それを開くとポップアップ内の参加するをタップしてアプリをインストールしましょう。それがこちらで、ゆずひこがあなたを TikTok ライトに招待していますという風に出てくるので、これでし参加するをタップします。でそこからタップしてアプリをインストールして、アプリをインストール後はもう一回招待リンクから起動して開いてくださいで。ここからなんですけども、これは日によってちょっと TikTok ライトのキャンペーンがちょっと変わったりするので気をつけていただきたいんですがこの動画を出している10月3日の時点だと登録後は1日1回チェックインという条件これを10日間行うことで最大4000相当をゲットすることができますチェックインというのはこんな風にですねアプリを開くとここにチェックインという風に出てくるんでこれをもう10日間行えば4000相当がもらえるということですねでこれを行う時の注意点なんですが TikTok と TikTok Lite は別物ですまあ少し前からね TikTok というサービスあると思うんですがその TikTok ライトはまた別のアプリとなって っておりまして、tiktok ライトは基本的にはポイ活に特化したアプリです。動画とかいいねをするだけでね。ポイントを貯めることができるっていう感じで、なかなかね。画期的なサービスなんですけども、すでに通常の tiktok をですね。ダウンロードしたことがある人は、一度 tiktok のアプリを削除して、そこから今紹介した丸1から行ってください。で、通常の tiktok と別物なんですけども、アカウントの紐付けがされないようにしたいので、通常の tiktok のアカウントとは別の。例えば line とかメールアドレスで tiktok にライトを登録することを推奨します。で、tiktok。 インストールした後は結構簡単で、こんな風にですね、獲得ポイントとか表示がされたりとか、先ほど紹介したようなチェックインとか、あとは動画を見るとか、ちなみにチェックインをするとこんな風にポイント獲得できたりとか、あとはボーナス報酬をゲット。20分ごとにね、ボーナス報酬がもらえたりとか、動画にいいねをするだけでポイントがもらえたり、こんな風にコツコツポイントが貯まっていくと、この交換っていうところをタップするとですね、交換専用画面が出てきまして、で、このギフト券っていうところをタップすると、選べるペイに交換することができます。で、その中で選べるペイで200ポイント、まあこ 交換したい場合はギフト選ぶをタップして僕の場合はポンタポイントに交換することが多いのでポンタにしてあとはポンタポイントから交換して無事に交換完了するとこんな風に200ポンタポイントが付与されてるということでございますなのでこの TikTok ライトについてはポイント獲得までちょっと手間かかるんですが結構ですねポイント獲得ちゃんとできましたっていうお声もたくさんいただいておりますんで毎日のポイ活ルーティン的な感じなのが得意な方はぜひねやってみても損はないと思いますんでぜひこのタイミングでやってみてはいかがでしょうかそんなこんなで今回は10月のポンタポイ とというこでで簡単ではありまししたたたけどもお伝えさせていただきました、まあ、ったんですけども、まあ、その中でもかなり僕の中でリスクを軽減しながら参加できる方法ということでお伝えをしたので、ちょっとこれだったら僕だったらできそうだなとか、私だったらできそうだなっていうものがあれば参加してみてもいいのかなと思います。ちょっとね、ウィンチケットについては、最低でも2000円分チャージするっていう、その部分で、これはちょっと無駄だなとか、もったいないなっていう思う方はそんなに無理して参加する必要はないんですけども、いや、僕は私はちょっとこれにかけてみて 見るみみたたいいいいいいななそういった好奇心が強い方はでですすね、まあ、取り組んでみてもいいのかなと思います今回動画内でお伝えさせていただいた各キャンペーンリンクを概要欄に貼っておくのと、それぞれ動画内でお伝えさせていただいた各招待コードも含めて概要欄に貼っておきますので、それぞれ詳細気になる方がいらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。